重度の障害をお持ちの方とスマホで今つながってます。その方々に、世界旅行をこのリモートでしてもらうっていうボランティアさんがいて、ちょっと見てください。あのカタールで一番有名な観光地スークですね。画面の向こうにいる方々はこんな感じです。指先しか動かない方にこのインターネットを通じて世界旅行を体験させるっていうボランティアがあるっていうのを、僕も先ほどあの T シャツの方で言いましたけど、そこそこ障害者支援に関わっててもう12年ぐらいですけど初めて知りました。これも素晴らしいなって思いました。今日冒頭で言いました、ボランティアは人の命をお医者さんではないので救うことはできない、でもこういうボランティアもあるんだなと思って、で僕らはその時にただこのただしちゃいけないね、このスマホで旅行をさせるっていうことだと思ったんですけど、実はそこは、美術部っていうサイトの名前がついてて、スイッチコントロール美術部、何かっていうとスイッチコントロールして絵を描くという、初めて見ました。その動画も今日お借りしてきたのでお見せします。見えますか、指差しきしか分からない。僕らがそんな重度の障害を持ったら、もしかしたらサッカーを見ることも外を見ることも諦めてしまう。でもボランティアさんのおかげで彼らは外で、このクリックで縦と横のカーソルを止めて、そこをまたクリックして色をやってくる。だから本当に1箇所の色を塗るのにクリックが2回、3回、4回あって、だから1枚の絵を描くのに何千クリックです。まあ途方もない時間かかる。でも子供たちが一生懸命その被災地のこれがラクダです、中東のこれが中東のアーチ型の壁ですっていうのを一生懸命伝えてました。そしてできた絵を、いただきました。すごいなと僕は思ったんですけど、見てください。あのドイツ戦が僕はすごく感動したんですけど、でも帰ってきて僕はこの絵を頂戴して、やっぱりすごい心震えましたね。やっぱりこの絵の中にはいろんな意味があって、たまたま今回ですけど皆さんに支援していただいて、僕らがアテンドした子どもたちもこの絵に関わってますし、やっぱりそういう寝たきりの方々がいろんなことを諦めて犠牲にしている中でも、こういうサポートをする人がいるっていう存在を僕がさっきの知る支援で知ったことももう嬉しかったし、こういうことってあるんだなっていうね、僕らも生きていく上でこれからも僕らも皆さんも何か辛いこともあると思います。そんな順風満帆に世の中ね、人生終わるわけはないので、でもそういう中でもやっぱり何かしたい人がいて、それをサポートする人がいて、でこういう絵が生まれるっていうのは、僕にとってはドイツ戦の勝利よりもなんかこの一枚の絵から受ける影響はすごく大きかったし、僕はそれをずっと知らない、10年間こうあの障害者スポーツ支援に携わっても知らなかったので、あ、まだまだ知らないことってあるんだなっていうのをすごく思った一枚の絵です。